十二鬼月の目には役職と数字が与えられている。一見するとそれだけの話であるが、なぜか役職と数字の左右の順番はバラバラである。目を与えたのは鬼舞辻無惨、胸中の計り知れない男。彼は何を思っていたのか、その法則性とは。第40回鬼滅大学開幕。シックアックです。では早速十二鬼月の目の法則について語っていきますが、特に上弦の鬼は右に上弦、左に数字と書いている場合とその逆になっている場合があります。その鬼によって違うんです。これは書き間違いや後藤家先生のその時の気分っていう可能性も考えられるんですが、普通ここは統一したい部分ですよね。後藤家先生が何気なく書くかなと。そして書き間違えるということはありえるのか。まあ人間である以上1回ぐらいは間違えることもあると思いますが、ここで一つ皆さんに参加してもらいたいんですが、あなただったらどちらに上弦、どちらに数字を入れますか。イメージしてみてください。ちなみに僕は理系なので向かって左から右に上弦数字と書きます。でも国語が得意な方は右から左と書くかもしれません。この感覚は人それぞれですが、その日によって変わるようなものではないと思うんですね。感覚的でデータがあるようなものではないんですが、書き間違いの可能性は低いんでないかと思います。とすると意味が、結論から言うとこれは無惨が好きか嫌いかで分けているんじゃないか。ファンブックに書いてある無惨から見た上弦の鬼の評価をもとに考えていきましょう。まずは上弦の1、黒死亡から、向かって左から1、そして右に上弦と書かれています。これは嫌いな鬼のパターンだと思います。一見すると好きそうじゃないかって思うんですが、ファンブックにも書いてあるんですが、彼はパートナーではなくてビジネスパートナーなんです。逆に言えば利害が一致しているだけ。元をたどれば彼の出生はあの男の兄であり、ましてや元鬼狩りなんですよ。無惨は信頼なんてしていないんです。これは僕でもそうかな。もともと人間側、敵だったものが裏切ってこちらに来ている。でも一度裏切る者は何度だって裏切るかもしれない。現に黒死亡は最後には無惨が支持していない自害という道を歩んでいます。そして無惨は典型的なパワハラ上司。このタイプは力のある部下が嫌いなんです。なぜなら脅かされそうだから。続いて道馬です。これも嫌いなパターンです。ファンブックにもそもそも気に入らないと書いてありますが、強さでポストが決まるからこの位置にいるけれど、本来ドーマはうるさいし変な仲間意識を語るし、そもそもドーマ自身の本心は人を救いたいと思ってるんですよね。ただドーマの感覚があまりにもずれてるから、かわいそうだから殺そうとか、結果的には他人に不幸をまき散らしてるだけなんですが、彼自身は心から人を救いたいんですよね。そんなドーマですけど、この性格なんで仮に力がなければ速攻処分されてたんじゃないかな、そんな風に思いました。続いて上弦の3、赤座です。ファンブックにもよく働くしお気に入りだと書いてありますが、目の配置はこの通り、お気に入りのパターンです。ここから僕の憶測もあるんですが、無惨が赤座を気に入っている理由っていうのは人間時代にあるんじゃないかな。最後の部分だけを切り取ると、赤座は大量殺人をやってのけました。その経緯は悲しいものがありましたが、無惨からしてみれば自分のものを取られたから皆殺しにしたと、それぐらいの認識なんじゃないかな。だから勝手に似た者同士だと期待を寄せてるんじゃないかな、そう考えました。続いて上弦の死、ハンテング。これはファンブックではたまにイライラするけどまあ許容範囲と中間ぐらいってなってるんですけど、目に注目してみると喜怒哀楽で上弦と数字の書かれている順番が逆になります。まず喜怒哀楽のうち喜びと楽に関しては嫌いなパターンの目をしてます。一方怒りと悲しみに関しては好きなパターンの目をしてます。これは分かりやすいですね。ちなみにこの4人が合体すると増白点になりますが、これは憎しみを宿した鬼ですので目は好きなパターンです。本当この人分かりやすいですね、無惨ね。ちなみに玉子は上下に書かれているので判別不能なんですが、ファンブックには割とお気に入り、壺が高く売れるから資金源になる、そのように書かれています。でもまあ性格が好きなわけじゃないから上下って感じなんですかね。続いて上弦の6、牛太郎とダキです。この2人は目のパターンがそれぞれ逆です。牛太郎は好きパターン、ダキは嫌いパターンです。ファンブックにも書いてありますが、牛太郎のことは気に入っているんです。そして実際に無惨の発言の中にもダキがいなければ勝手だと、ダキのせいにする発言が分かりやすいですよね。つまり牛太郎は好き、ダキはバカな子供だから嫌いだと。ちなみに加減の鬼については全員が嫌いパターンです。これはパワハラ回帰から見て分かりやすいなと思うんですが、
あれと思ったのが、ルイ君はお気に入りのはずだったんじゃないかと。でも、やはりまだ加減、力が足りてない。上限になった暁には認めてやって、お気に入りの目を与えてやろうとしたんじゃないか。僕はそう考えました。続いて、海学です。これも元鬼狩りなんですが、国志望との違いは、負の感情で鬼側に寝返っているんです。国志望は言い方を変えると向上心。別に人が憎いわけじゃない。いわば、ポジティブな理由で鬼になってます。でも海学は違う。海学については呼吸を使う剣士は興味がなかったんです、無惨は。でも結局国志望の推薦はあったものの、鬼にはしてるんですよね。本当に気に入らなかったら興味がないものを鬼にはしないと思うので、その嫉妬や恩師を切り捨てるその姿勢に無惨は好感を持っていたのかもしれません。続いて泣き目です。泣き目は目が一つです。ファンブックには便利だからお気に入りと書かれています。玉子の時もそうなんですけど、目の位置や数が特殊な場合は便利だから好きの息を出ないのかな。そして同時に無惨は女性苦手説って僕ちょっとあるんです。ダキもそうだし、スサマルも騙してましたよね。女性をなんか信じてないんですよ。それはなぜかというと、やっぱり玉代さんのことが何百年経ってもトラウマなんでしょうね。最近では禰豆子も裏切ってるし、だから無惨は女性のことを一定より好きにはならないんじゃないかな。なんかこの差別する感じがいかにも超ダメなパワハラ上司って感じで、本当に無惨らしいな。しかしここまで話してきて思ったんですけど、無惨って実に人間的ですよね。ある意味では好きだよのサインを送ってるとも取れる。そう考えるとある種ですけど可愛くも見える。いやそれはないか。ともあれ、目に書いてある上限下限、そして数字は後藤家先生が狙って書いたんじゃないかなと、僕はそんな風に考えました。ここからは失格こそこそ噂話なんですけど、なんで僕がこの動画を撮ろうと思ったかっていうと、前日に出した動画でダキと牛太郎の目の位置が逆だって、で俺すげえことに気づいたなって思ったんです。多分これは無惨が上限だと認めてるか認めてないかで分けてるんじゃないかなってそう思ったんですけど、コメント欄でいや国志望とかドーマとかもダキとつまり認めてない側と同じですけどってなって、やべえちゃんと確認すればよかった、恥ずかしいわってなったんですけど、その次にあって思ったのが、でもこんな書き間違いするかな。先ほども言ったんですけど、普通ここは揃えたいよね。役職と数字この順番バラバラ気持ち悪いよね。僕だけかな。でもやったっていうのは意図があるとしか思えないな。だって意図がないんだとしたら編集さんとか誰も気がつかなかったんかな。あれだけ設定練り込めって言ってる編集さんが気づかない、後藤家先生も気づかない、んなことはないだろ、意味があるんじゃないかなと思った時に、この線引きっていうのは無惨が好きか嫌いかなんじゃないかなって思ってこの動画を出しました。この動画についてもコメント欄で、例えば国志望とドーマもダキと同じですよとかそういうのがなければそもそもできてなかった動画だと思うんで、本当にコメント欄にはいつも救われてるなというふうに思います。というかうちのコメント欄強すぎでしょ。鬼滅愛は僕もめっちゃ強いし誰にも負けないくらいに思ってるんですけど、コメント欄読んでると世の中には熱い気持ちを持ってる人っていっぱいいるなって改めて思うんですよね。もちろんコメントはしてないけど動画見てるよって人にもめちゃくちゃ感謝してます。本当にみんないつもありがとうございます。それではちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。